セーブがかませないだと。ということに衝撃を受けながら、やっております。さあ、ゴルネール王国を元に戻そうかっていうお話なんですけども。ちょっと待って、ちょっと待って。戦ってみるか、一回。隠れ身の霧、この場所で使えない。マジか、マジか。結構早いぞ、結構早いぞ。結構早かったぞ、今。また旅僧の客。おてんばな少女。のんびり屋の老婆。やだー、こんな。どうしよう。豪雨。雨で。雨でやっつけよう。効かない。効かないの？攻撃できんのかな？あ、できるの？していいんだ。岩石落としていいの？岩石落としていいの？あ、普通に倒しちゃってるけど大丈夫？あれ？大したことねえな。普通に倒しちゃったけど大丈夫？あ、なるほどね。普通に倒すけど気絶という名目ではあるんだ、一応。はいはい、なるほどね。魔物使えないのしかも。うわぁ、気づかれてる、気づかれてる。あー、結構多いなぁ。心優しい青年、おしゃれな青年。青年、甘えん坊な猫人。しんどいけど、劣化切り。うわくれ猫人め。お、シャイニー。オッケー。どうや。普通にぶっ倒してるな。しかし、レベル上げにもならんぐらいの。レベル上げにちょっとなるぐらいか。いやー、まあ、多いな。いやー、こっちかい。ああ、もう、早いんだよな、このおてんば少女。水汲みをする女性。うわ、ちょっと待ってよ。これ、しんどいな、この名前。うわ。悪魔の叫び。これ、結構、毎回聞かされながらやるのしんどいな、これ。水車小屋の男だよ、これ。だって。水車小屋の男をボコボコしてる今。大丈夫これ。倫理的にこれ大丈夫かな。すごいなぁ。ほら、鳩を飼ってる青年だったり。うわ、撃ってる。ジャイロめっちゃ撃ってんじゃん。ジャイロ撃ってんなぁ。ジャイロ撃ってんなぁ。ジャイロ撃ってんじゃん、ジャイロ。なんでしんどい RPG だ、これ。急にこの RPG しんどくなったぞ。蹴れるかな、すっと。抜けてみせる。アイシールド21。しゃ、抜けた。戦闘せずにいけるんじゃないか、これ。あの、魚の少女に見つからなければいけるな。おお、危ねえ。ああああああ。エフェクトがなかったからか。ゴルネール、モンバの二人か。行くよ、みんな。行け行け。モンバンぶっ倒せ。モンバンをぶっ倒せ。よしよし。経験値的にはそんなに。うわ、これこっちだな。ここなら抜けれる。あ、セーブポイントあるよ。うわ、青年足遅え。絶対ここボス戦だな。一応セーブかまして、戦うか。よし、もうぶっ倒そう。もうこのパートでボスを一人倒す。俺はそう決めたんだ。いけー。多分ニャンダール国王だろ。ん？見て、クリスあるよ。うん、あれを壊せば。壊そう壊そう。はーい。やっぱり嫌がったか。国王様。そうしゃあない。おとなしくさせ。肺に蝕まれたゴロネル国王、ニャンダール14世。倒しますか。何が効くんだろうな。
42、あ、結構意外とボコボコにできるおい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 、もうただ落ちていけ。最悪魔法あるから。お、なんかいいぞ、連続切りがすごく効いたな。これはスクラッチ。さあ守らせたけど俺らは効くのかな。俺だけい、え、連続切りいけ。え、結構効くな、連続切り。結構効くぞこれ。えい、どこに打ってんのバカめバカめダルメ、うら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 、やばい、切れる、そろそろ切れる、切れる。どうしようかな、ブロッキーいけ。あんまり攻撃当たんないけど、あんまり当たんないけど、いけいけいけ、勝ったろ。え、あれなんだ、あら、二足方向にあった。あれ回復したよなんすかそれ、そんなこと聞いてないですよ、きっと。キングスナック。くらえ。効かない。ミス。オッケー。立った。国王が立ったで。気をつけろ。ぐるぐるパンチには要注意。ナックルが飛んでくる前に攻撃を止めるんや。止めるってあれだもんな。じゃあ、とりあえず、イーゼラー。ジャブをから習ったんだ。効くかな、イーゼラー。おお、効きそう。真上に暗黒魔法だから暗黒かまってかないのかな。オッケー、伊達にジャボー戦やってねえからな。グラディオン聞くかな、どうだろう。ええ、あ、まあ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 ぐらいだな。とりあえず HP 回復しないかな。あ、マル、やばいな。何持ってないじゃん。いや、アイテムな、使わなきゃな。ボス戦前にいっぱい使っちゃったんだよな。ウイルスたち、実は。どっかな、どこなっちゃったよ。最悪だ。どうしようかな。どうしようかな。一応オーラバリアもかけとくか。はいはい、攻撃、おっしゃ、いけいけ、ひたすらグラディオンじゃい。おら、アスクロア、やばいやばいやばいよ、あ、やばい、死んじゃう、このままじゃ死んじゃうよ。よし、いけー、オッケーでーす。攻撃攻撃、守る、これを守らせれば。よし、ナイス。魔法グラディオン、おれい、おっせい。あんまだな。反復バーガーで丸を、よし、さあどうしようかな。ここからはもうこいつがぶち切ってくんだよな。おい、早いぜ、連続切り。ああ、さあ守れは食らったけど無理かな、タイミング。うん、戦えひたすら戦え。おーし、ナイス、おーし、ナイス、勝ったうわ、串刺しになってる串刺しにして勝ったな。よし、やりました。よし、勝った、ニャンドール撃破と。やったりましたよ。これでゴロネールは救われるのかな。いえ、ココル、いけ、ココル、破壊しやれ、ホーリー。
お、消えた。お、どうだ。おー、戻った戻った。ミーは何よ。よかったよかった。はいはい。ここよかった。元に戻ったんですね。あんた、魔物になっちまってたんだよ。にゃんと、すまぬ、何も覚えておらぬ。知らぬ存ぜぬじゃ。分かり取らないこともあるんですわ。よい、よいこちゃん。それにしてもにゃんたる深く。なるほど。よかったよかった。元に戻ったか。よしよし。どうにか。どうにかもうこれで全クリかな。ラスボスがニャンダルだったのかな。フロスイショウ。ほう。女王陛下が生み出した聖杯の源泉。金樹の要たる存在でございます。だが、それは浄化されたのである。浄化されたのである。人には成し得る所業です。やはり彼らは救世主なの。女王陛下、いかがなさるおつもりですか。慌てるな、聖杯。あれは除却に過ぎぬ。破滅への歩みがわずかに鈍っただけ。なるほど。人間どもが多少あがこうと死傷は少ないわけか。ええ、現在の彼らは束の間の希望に酔いしれし愚かな道化。ごめん、もう一回言って。人間など女王の手にかかれば期待しております、女王陛下。ところでシャザール。はい。あなた、あの少年と接触したようです。いや、してないっす。ああ、彼らの浄化の力。ああ言うんだ。それを確かめる。確かめる。それは真実なのかしら。評議会なんかめっちゃ多いね、やっぱり。12人ぐらいの。ジャボーと同じに。同胞を信じられると申す。ザエゴと。もうよい。これ評議会全員と戦うことあんのかな。しかし、やめろと言っている。うん。ジョー。これすごかったね。やっぱりあの魔法に灰を消す力があったんだよね。うん、灰をね、消す力。またえらい魔法やな。この娘さん、もしかするとオリバー以上の逸材かもしれへんで。オリバーも頑張ったよ。頑張ったよ。はい、お花ご褒美だよ。え、お花？やった。クリスタルのとこにあった。ココルさんが壊した黒い水晶のことでしょうか。ってことは、この花、灰の降る町に咲いたってことか。なんか変だぜ。まあなんか花もらった。お？なんだなんだ？ねえねえ、お父様どうして寝てるの？はい、王女様。魔導王様はとても安らかに。どうしたの？どうして泣くの？いえ、泣いてなど。ココルっぽいな。王女様はこれから魔導王様の後を。後？後を継いでココルが王様になるの？はい、皆が望んでおりますので。大丈夫なのかな。ココルは魔導王の娘なのか。さて、王位継承の準備も整いましたぞ。すべてはこの12人の評議会にお任せくださればよい。そうですとも、姫様は何の心配もいりません。おい、見てみるがいい。何も知らないココル王女。あら、もう王女じゃないの？おお、そうであったな。失礼しました、女王陛下。お綺麗ですよ、女王陛下。本日より私たちもヴェーナス女王陛下とお呼びいたしますね。ココル、名前変わっちゃうの？はい、本日の王位継承の儀によってお名前も変わりました。うーん、国民が皆ヴェーナス様を祝福しておりますよ。魔導王の後を継いで我が国をさらに良くしていってくださると。ココル、
女王なんて乗りたくないのに。ココルの記憶のかけらみたいなことなのかな。ココル王女、ココルだよ。いやいや、のんきにうん、ココルだよ、ね、ないで。ね、あれココルのことなの。ココルだよ。ということはココルちゃんってどっかの王国のお姫様、うん、女王陛下ってことなんだ。それじゃその国の人間がほっとくわけねえだろうが。国を捨てた王子だっているくらいだから関係ないのかもよ。手厳しいぜ。とにかくや、今さっき俺らが見たのが本場の話だったら、あれはどこの国で起こった出来事なんや。私たちクロちゃんで世界中を旅してきたけど、それらしい王国ってどこにもなかったよね。ココルさんは以前は一の国にいたんですよね。ではあれは一の国の王国なんでは。でもさっきの花は二の国で見つけたもの。そもそもココルさんは二の国とも何関係があるようですね。もう嫌なの。何がやねん。子供じゃない。せやココル、あの花黒い水晶を壊したとこに咲いてたんやな。うん、クリスタルのとこ。そして灰が降る町は他にもあるちゅうことはやな。他の町にもさっきみたいな花が見つかるかもしれないということか。その花を謎を解き明かせば、あの王国もココルさんの正体も明らかになるということでなんでしょうか。ほな、あの花大事に持ってた方がええかもしれんな。さっきのお花もらってもいいかな。うん、あげる。和やかなムーダのとこ悪いけどな、他の国はまだ灰の中なんだぜ。そうだな。祝福の花を手に入れた。うん、じゃあこれで、あれか、一つ目クリア、一つ目クリアなのかな。多分おそらくね、多分おそらくババナシアとボーグ帝国も救わなきゃいけないんでしょう。じゃああと2つですな、やって、ココルの真相を突き詰めていきましょう。じゃあ今回はこの辺で終わります。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。